チェリク・ヒッテス級駆逐艦は、オランダ海軍が第一次世界大戦後に建造した駆逐艦の艦級である。ゲラルト・カレンブルク級とする資料もある。チェリク・ヒッテス級駆逐艦は、バンガレン級駆逐艦の改良型として設計、建造された駆逐艦である。イラストは、イサーク・スウェールズ。チェリク・ヒッテス級の船体形状は、クリッパー型艦種から、 監視甲板の還元部のみ高い、単線主楼型船体を採用している。全く傾斜のない監視甲板に、ボホース12センチメートル速射砲を棒立てのついた、連装砲画で一気、上部見張り所に、即居技を乗せた箱型環境の両脇には、船橋がつく。環境の背後に、簡素な三脚型の全部マスと、その後方の日本煙突の左右は、関西艇置き場となっており、 日本一組のボートダビットを片言二組の計四組により運用される。設計時には全球と同じく水蒸気の運用のため、日本煙突の間に搭載する予定であったが、建造時には単小灯台に置き換えられた。二番煙突の背後の中央部甲板上に5 3 3トル四連装魚雷発射管が4トル機関砲台を、 境にして直列に2機を配置していた。その後に水蒸気置き場があり、短脚式のミズンの基部についたクレー日記により運用された。後部甲板上に後ろ向きに2.3番手法が、後ろ向きに背負い式配置で2機が配置され、艦尾側に機雷運用のため機場が並列で、軽2機配置される設計であった。チェリクヒッテス級のうち、ドイツに路角されて、 ドイツ海軍で完成した艦は、機関砲がドイツ式、イギリスで完工したものは、弾薬の供給面からイギリス製の武装を搭載して完成して、艦姿が若干異なっている。オランダ、ロッテルダム造船所にて1938年11月寄港、同年10月12日浸水、侵攻してきたドイツ軍の手に渡らないように1940年5月15日に、自陳処分。 遺棄された船体は後に、ドイツ軍に露飼され、ZH2 として、建造続行が計画されたが、損傷が激しく断念され1942年に、スクラップにされた。オランダ、ロッテルダム造船所にて1938年11月、寄港、1940年3月16日に、浸水し1941年3月イギリスに、脱出する。 現地のソーニクルフトシャサウサンプトン造船所にて工事、続行して1941年5月29日に、自由オランダ海軍籍で、襲撃、1942年11月13日、アルジェ北方の地中海で、ドイツの潜水艦、U、U-431 のライン撃により、撃沈された。オランダ、ロッテルダム造船所にて1938年10月、寄港。 1939年10月12日浸水、侵攻してきたドイツ軍の手に渡らないように自沈処分。遺棄された船体を1940年5月10日に、ドイツ陸軍により露角され、扶養された船体は、ハンブルクへ運ばれて、ドイツ海軍で建造続行され、ドイツの駆逐艦 ZH1 と改名されて1942年10月11日に収益させた。 1944年6月8日に、ノルマンディー期で、連合軍艦船と交戦しこれにより、行動不能となり、自沈処分された。オランダ、デシェルデシャ・フリッシンゲン造船所にて1939年3月、帰港、1940年5月17日に、進行してきたドイツ軍の手に渡らないように、仙台上で破壊された。船体は後に、ドイツ軍に露革され、 ZH3 として建造続行が計画されたが、損傷が激しく断念され、スクラップにされた。ありがとうございます。